夢あればロシア、最初先生、舞台は東京、ピノスキーズです。そんなやる気なくね。それはやっといたね。なんで今日そんなやる気ないの。あ、でもあれじゃ酒飲みながらやんの。いつも飲んでるけど。給食の動画出した時にな、なんかこう、こう喋りかける感じにしてもらったね。そうね、なんか喋りかけてもらった方がやりやすいかなって。でその時にさ、なんか視聴者からめっちゃ嫌われて、ちょっとね、あんなに騙されると思わんかった。なんかピロシキーズのこと全然わかりませんと。あんたビールのこと言うからよ、こんな質問ばっかりしてってね。ビールのこと言わんといって。なんかでもな、でも本人的にはなんかちょっとかしこまってわざとなんか普段使いもしない敬語とか使ってさ、やっぱ見ててこっちも気持ち悪かったわ。見てて気持ち悪かった、こっちが気持ち悪かったわ。なんであんた正座してるの、椅子の上に。日本が好きだから。そう、路線変えたんや。 そう。それも叩かれるからな、言ってすぐ叩かれるわ。日本が好きみたいです。まあでもあるちゃんはビール飲むな、いつも開始前まで。なる中だよね、もう。な、何それ、どういうこと。アルコール中毒でしょ。いやでも俺アルコール中毒か、もうほんま、もう毎晩ウイスキー飲んでる。え、でも毎晩ビール飲んでる。2丁目行った時な、なんか俺お酒片手にさ、踊ってたね。なるほど。どういう風に踊ってたの。なんかこう、あ、手こうイエーイみたいな。外人が話しかけてきて、外国の人が。で俺英語わからんけど、なんか男、まあ、ナンパやなと思って、2丁目で私に外国人が話しかけるなんてさ、ナンパしかないやん。だからでも、まあ、あんまり好みの方じゃなくて。なるほど。で、あなたの Thank you って言ったね。あ、Thank you ってこう、Thank you みたいな。それで離れてしてたらもっと切れ始めて、うわ、なんか断ったから切れてきたわ。そういうパターンいるね、やめてよって言ってね。だから、僕は返しておることにしようと思って。で、なんか、I like him って言ったの。ただ、I like him って何だ。I like him、 彼が好きって言ってね。そうそうそう、だからうまいこと言えへん。あ、彼氏って言えんかったよ。そしたらめっちゃブチ切れてきて。でも結局何かっていうと、なんか俺がこうお酒を片手にこうやって踊って、多分さ、酔っ払って、酔っ払うと踊りが下手になるか分からへんけど、お前はなんでナチスドイツの敬礼をしてるんだと。怒られてたの。でそれに対して俺は I like him とか言ってて、それは言えるわ。俺英語学ぼうってちょっと思ったもん、それで。あ、それでもう勘違いやったの。そうそうそう、俺はだからヒトラーが好きだみたいなことで、俺はもうこういう状態やったん。全然そういうつもりないのに。何話しちゃったっけ。ほんであれ中、あれ中、でも結局ロシア人みんなアル中ってこと。あんたな、もうアル中みたいな顔してるやん。あんたの方がアル中。あんたの、あんまや、うん、まあ、見えてないからしょうがない。アル中みたいな顔してるんですよ。髪の毛、なんかコロナが怖いから美容院行かへんって、髪の毛ぶっ倒さ。なんなん、髪の毛めっちゃ長いね。なんなん、コロナにかかるのが怖いからって言ったら何でも許されるんじゃん。もうちょっとしたら知らん間に虫湧いても知らんで。虫湧くの、なんかもう変な帽子かぶんね、アレちゃんみたいな。ちょっと待って、私変な帽子なの。いや変じゃないけど。けど。でももうな、ロシア人がアル中っていうのな、なんか結構思ってるやつおるけどな、もう古い。多いね。古すぎる。考え、うん。もうそれ、もうペレストロイカの時代で。もういつの時代ですか。昔ソ連の頃よ、それ。今ロシアアルコール消費量何か知ってる世界で。だから。もう5位以内は入ってる、3位とか。なんでやねん、そこら辺じゃないの。全然違いますけど。3位とかやべ、ね、もう、いや、やばくない、やめてる。え、やば。え、じゃあ何位なの。51位。へぇ、日本がちなみにね、64位かな。もうそんな変われへんね。そう、60… え、それ知らなかったな。え、違う、53じゃなかったっけ。63ちょっと安心してた。63位でした、日本は。まあでも1位しか変わってないから、1位しか変わってへんから、63、うん、そうで、ロシアが51。あ、なるほど。だからなめんなよ、真面目やねん。あ、でもさ、なんか日本人のがないよっぽどアルチュー、ロシア人からしたら。アルチューっていうものの概念がロシア的には毎日酒飲む人やねん。え、毎日飲まないの、ロシアの人は。毎日飲まない。1回に飲む量が多いねんけど、1回に飲むときに、うん、待って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 待
うで喧嘩して喧嘩を喧嘩をそう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 って感じやけど、ほんまに毎日は飲まへん。もう飲むのも理由がないと飲んだらあかんねん。確かに何々のためにとか、なんか家買ったとか車買ったとか高い毛皮買ったとか、整形したとか、そう整形したとかちゃんといい整形が持ちますようにって、そうね、なんかそれそういう理由付けがないと飲めへん。じゃあ中毒じゃないか、ね、そうそうそう。日本人の場合は1回に飲む量は少ないけど薄いし、うん、でも毎日飲んでるやろ。え、少ないかな。いや少ない、ある程度飲んでんじゃない。え、ロシア人と飲んだことある。いやいや、じゃなくて毎日日本の人がこう何3本とか4本とか、うちのことも飲むからな。いや、そういう人もおるけど一般的にはみんなビールとか、うん、そんなの毎日飲んでるやん。晩酌とか、うん、晩酌っていう言葉があることもおかしいからな。そうそう、ロシア人からしたらたまにやっぱ日本に来てで、みんななんか酒お酒毎晩毎晩飲んでる姿をインスタにアップしてると、親から電話かかってきて大丈夫アルチューになったんちゃうみたいになるっていう人よく、日本人のがアルチュー毎日飲んでるから。え、でもなんか大統領がいつも酔っ払ってたイメージあるんだけど、ロシア。誰の話？エリチン。え、もう一回言って。エリチン。なんて？だから、え、もう一回言ったっけ？今正しい。違ったっけ？え、エリチン。え、チンがついてる。プーチンじゃなくて？いや、プーチンじゃなくて、エリチン。エリチンね。うん。全然違うからね。見てんじゃねえ、バカ野郎。本当に。なんかヤリチンみたいな。いや、ほんまやわ。みんな一員みたいに。ほんまや。エリチンね。あの人は。あれは特別や。アルチュー。あれは特別だよね。あれはアルチューよ。あれはすごかったな。でも、うん、あの、まあ、もともとね、なんかロシア、ほら、ソ連の頃みんなお金なくてさ、楽しいことなかったから酒飲み始めて、もうアルチューだらけに確かになってたのよね、昔は。その時は多かったな。とんでもなくて、でもそれもなんか、ほんまはソ連のさ、やり方があんまり良くなかったから、経済うまく回ってなかったんやけども、まあ、このみんなが頑張らへん貧困の原因は酒にあるということで、ペレストロイカの多分一環として、あのゴルビーよね、日本人が大好き。ロシアではあんまり人気ないけどな。なんでゴルビーみんな好きなんやろ。まあなんか日本にとって有利なことをしたからちゃう。日本というか欧米圏にとって有利なからかな、分からへんけど。ゴルビー好き。うん、やっぱシミのついてるイメージ。まあみんななんかシミ、あのシミのっていうね。あれがやっぱハリーポッターの原型なのかな。いや俺思ってたね。あれ見て J.K. ローリングはハリーポッターって思いついたかな。だから俺あれやね、やっぱあのハリーポッターゴルバチョフ説を結構、あの年代的にも合うはずやねん。あ、信じてんの。ハリーポッターの時代でも女性が書いたんやろ。だから J.K. ローリングやるて。あ、そうか。私の話ちゃんと聞きないわ、あんたビール飲んでるからって気にされるわけじゃないんだよ。そう、それであのゴルバチョフがもうペレストロイカの一環としてもう酒は禁止やということを明言をしたところ、ロシア人はなんと、まあ分かった、酒が禁止なのはまあ大変だということで、大変だということ、分かりました、うん、自分で作りますと。あ、やば。お家でサマゴンって言って、サマゴンって、お家で作り始めたわけです。サマゴンっていうのを未だにこっそり、まあ、自分でやる酒みたいな。面白いよ、もう機械とかなんかガスあれやんか、ガスのこのキッチンにある、うんうん、あそこからこういう白い瓶を置いて、そこからなんかホースがついてて、ここにもう一つの方のあれに瓶が置いてあって、そこからまたホースがあって、ほんでポトそうそうポト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 、うちのばあちゃん作ったから、あかん言うたあかんねん、あかん言うたらあかん、作ってねえよ、そんな作ってどこだと思ってたけど違うかったわ。そうやそうそう、作って、うちのおじいちゃんも作ってね、近所に配ってね、全然配ってね、ちょっと怪しいな。近所に、確かに近所が結構なんかね、あの一部では人気になるのよ、その団地の中で。ロシアってみんな団地に住むねんけど、あそこのじいさんのがうまいみたいな、そうそう、あー、わかる。そこで人気、またそこでちょっと派閥になるわけよ、ちょっとした。まあそういうことがあって、結局まあみんな飲んだくれて失敗に終わりました。でもね、あの結構そのお金じゃなくてサマゴンをあげれば、こう何、家のことを手伝ってくれたりとかっていう、なんか交換したりしてた。じゃあそのあそこのさ、なんかあれをちょっと立て直してくれよって言って、あのサマゴン開けてあげるから、そうそうそう、全然やってくれてた。
まあその過程で間違って高級アルコールを飲んだり、入浴剤が入ったものをね周りに渡したりして、そうそう70人ぐらい一気に死んだとか、そういうニュースもよくあったわけやけども、まあそれはね、まあ時代ってものよ。そうよ、時代は変わったのよ。で今はまあその後やっぱりエリツィンが出てきて、ソ連が崩壊してもうどうにも何もならなくて、エリツィンが出てきて、まあ、あの人革命家やからね、革命を起こして、あのなんかもう有名よ、あの戦車の上にエリツィンがあって、で、あの人が掲げてたうちの一つが、俺は酒は禁止しないと。で、それによってやっぱり人気がまた戻って、お酒飲んでえぞっつって、もうで、みたいな演説をするわけよ。わかんない、あれ、あれ同じ人の何言ってるかわかんないの、あの人の演説は。ロシア人が聞いてもわかんない、わかんない、みんな言う。で、なんかね、このちょっと前に俺 YouTube で見たねんけど、なんかアメリカの大統領、ケネディかな、その当時は、大統領と一緒になんかこう演説をするのが、追加させてくれ、もう追加する、すみませんって、もうアメリカのメディア、ロシアの、世界のメディアの前で、私はね、あなたたちにはわからないことをする。あなたたちの頭には入ってきてないけど、俺の頭には入ってきた。確か大統領の頭。以上。なんかそういう意味のわからんことを言ってな。なんかエリツィン伝説ってあったよな、いろいろ。あ、見て、エリツィン伝説ってあるわ。1994年、ドイツ首相の目の前でダンサーと踊り狂い、投げキスをしながら意味不明のスピーチ。あの意味不明のスピーチどういうこと、ね、僕はね、飯がお腹すくね。あの人のイメージ結構こう踊る、こうやこう踊んねん、こう踊んねんな、そうやこの踊り好きや。この踊り結構有名。1995年、アメリカ要人客用の、宿泊施設ブレアハウスから下着姿で外出したところ、シークレットサービスに取り押さえられる。ちなみにこの時はね、ピザが食べたかったらしい。アメリカのピザというものを食べたかった。それで下着姿でね、出てきて、何のためや、そう、不審者だって言って取り押さえられたら、ロシアの大統領。あの人は結構、でもなんかキャラクターが結構もついてて、グーさんみたいな、なんか可愛らしい感じ。まあただちょっと政治には不向きやったというところがあったかな。よくあれ大統領になったの。逆になんでなったの、みんな後からね、まあなんでというか、まあちょっとなった結果なったんだろうね、多分。あ、喜びすぎて、ね、そう、うん、で、まあプーチンちゃん、まあ大好きプーチン、プーチンが、2010年かな、2010年までは確かにロシアね、何位ぐらい、4位とかやったかな、確か。あの消費量、アルコール消費量が4位やったのを、やっぱこれ飽きませんねと、やばい、みんなやばいぞ、うん、人口も減るし、このままやったらみんな早死にするから、あの寿命も短かったし、男性50代とかで、あ、めっちゃ短かった。そう、まあ、ほんで、まあ、プーちゃんが、まあ、とにかくまあいろいろ対策を打ちました。まあ例えば23時以降に酒の販売禁止にするとか、うん、あとアルコール度数をね、最近だと 25% 以上の酒はもう販売禁止。あ、ウォッカも 25% 以下しかないですね。あ、じゃあもうロシアには強いウォッカないんだ。ないよ、もう、うん、だからまあサマゴンはあるけど、あまあ今もおじいちゃんおばあちゃん作ってるのかな。そうね、おそらくあると思う。分かる、作ってる、だって作ってるかもしれない。なんか美味しいらしいね、なんか、もうそのなんか美味しいやつは美味しいらしい。危険なのもある、うん、そうね、安全は確保しないし、ダメです、うん、今度 YouTube でやってみる、サマゴンさんみたいな。やばい、捕まれ、教えてもらおう。日本でも酒作るの違法だから。あ、そうね、おばあちゃんに聞いといて。ダメダメ。あれ結構うちのおばあちゃんすごかったからな、もうもうという想像の、ね、想像よ。作ってないか、一切作ってない。危険、お前、あ、で今なんだかんだそれが効いて、プーちゃんのなんかいろんな施策が、それでまあ50、まあでも結構そう、あの60、え、54位か、うん、お酒はね、こうやって持ち歩いたりもできないから、結局は隠してとかでしか飲めなかったりとか、まあ51。あ、でも確かに俺ロシア行った時ね、あの CM 流れへんねんな、あのお酒の、あービールとか見たことない、日本のやつみたいに、ね、なんか流れへんね、美味しそうに飲むやつか、うん、みたいな。ちょっと待って、それ違う、違う、それ違うやつになるからやめて。え、ほんと、もうやったらあかん。
いや、違う違うものに、お母さんにいるからな、やるとき、やるとき、そうだね、やだ、ダメやりたくなる、でかいやつな、そう、いやでもなんか、CM で問題になったよな、ちょっと前に、いなんか、コックーンってやつが、ビール飲んでる女の子が、うん、コックーンって言って、それがなんか差別的だということで、やばいぞっていうことで、うん、差別的、え、まあ、コックーンはちょっと危ないんじゃない、差別的な、コックーンはね、いや、だからやめろ、いや、ボックーン、まだ飲んでるの、まだ飲んでるのよ、え、ロシア人の女性もそんな、やっぱ結構飲むの、飲む飲む、まあでもあれよな、あ、ワインが好きとか言い張るよな、あ、ワインが好きとか、なんかそのなんかこうシャンパンとか、シャンパンとか、本当はビールのくせに、本当はウイスキーのくせに、ロシアのな、生配信してる方いつもお酒飲まへん言い張るけど、なんかすごいいろんな人の悪口言って生配信で言ってもたみたい、あ、まああれはやっぱ払ってたんちゃうかな、あれやっぱ飲んでた、うーん、何飲んだんやろなと思ったりもして、誰か知らんよ、あれはビールじゃない、あれビールかな、あれはシャンパンでもないな、これこれや、